して俺は。どう考えても無理だな。血のなけなしの財産が。俺は仕事どころじゃないな。思い出の場所が。はもうダメね。親父の代からの店が。俺のコレクションが。これじゃ取り出せないだろうか。喧嘩してる場合じゃないだろう。店はもうダメだ。親父からの店が。死ぬとかに血のなけなしの財産が。俺のコレクションが。熱いわね。あらお嬢さん、見かけない顔だけど私に何か用？私はこの町でスナックをやってる静香と言います。よろしくね。そうそう、呼ばれてたんだったわ。
無事でよかった。入っても大丈夫かな。何もないぞ。あいつなら山の手に炊き出しをやるって連絡に行かせたよ。山の手の住人は来ていねえみたいだな。ああ、俺たちの飯なんか食いたくねえってところだろうよ。やっぱり俺はやつらが気に食わねえ。お高く泊まってよ。そうだ、いつも俺たちを見下しやがる。あそこから一緒にやってる俺たちのことを何だと思ってないんだってよ。ああ、お嬢ちゃん、あんたもそう思うだろう。商店街では木切れに火をつけて炊き出しをしていたそうですね。消防署ともまともに連絡がつかないのに、大きな火事になったらどうするつもりだったんですか。ちょっと待て、その言い草だとこのぼやがまるで俺たちのせいみたいじゃねえか。違うんですか。少なくとも我々は
こんな非常時に無神経に焚き火をするようなことはしませんよ。ちょっとオーナー、そんな言い方をしなくても。みんな非常時で悪気があったわけじゃないでしょうから。お庭さん、非常時だからこそですよ。悪気がないからといってとばっちりを食らったらたまったものじゃない。皆さん落ち着いてください。部外者は黙っていてください。言わせていただきますが、下町には多少歴史があるようですが、閉鎖的で融通が効きません。この機会に改めていただきたいですね。お前ら山の手はいつもそうやって俺たちを見下してやがる。協調性がねえのはそっちの方じゃねえのか。やめてください。今は言い争ってる場合じゃないでしょう。すいません、遅れました。ボヤですって。下町のやつらは常識がない。やあ君、ちょっといいかい。僕がいない間に山の手の方で火事があったんだよね。実は僕、山の手の人たちに炊き出しの誘いをしに行くように言われてたんだ。でも昨日の地震から初めてリエ、彼女に会えて嬉しくなって話し込んでいたら火事が起きて。これは話が長くなりそうだけど。もし僕が炊き出しのことを山の手の人に伝えていたら、火事が起こらないように警戒できていたと思うんだよ。ああ、それに僕の親父と理恵のお父さんが一層仲が悪くなってしまった。だから僕と理恵とで和解するように説得しようと思ったんだけど、だからこっそり会おうと思ってる。それで説得の打ち合わせをしようと思うんだ。そこで君にお願いがあるんだ。リエとこっそり会うためにこの手紙を山の手に住んでいる彼女に渡してほしいんだ。
ナオトさんとリエさんを応援します。手紙は任せてください。ありがとうございます。表からは入れないだろうから裏側から入る方法を教えるよ。後で見ておいて。リエの部屋は2階の北側にある。裏庭から窓に小石を当てればリエが家から出てくるはずだ。店は無事かな？じゃあお願いするよ。山の手に住んでてよかった。ないね。下町の奴らは常識がない。水道はいつ復旧するんだ。リガ、いい車だろう。大丈夫かな。限界だ。確かリエ、おい、そこに誰かいるのか。まずい、このままじゃ。疑われちゃう。早く逃げよう。